皆さんこんにちは、リコです。今日はですね、実は私昨日からホテルに泊まっておりまして、ホテルでゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思いますので、早速メイクからしていきたいと思います。今日めっちゃいい天気なんですよ。てかここがね、もう今青空なの、このカメラのこっち側が。天候でこんなメイク撮れる機会ってなかなかないから、なんかちょっと恥ずかしい。では早速こちらです。 RMK スムースフィットポアレスベース03です。だいたいいつもこんぐらいとか出して置いていきます。あとはね、日焼け止め塗った方がいいんですよ。なんかさ、昨日までめっちゃ肌の調子良かったのに、なんか今日朝起きたら2個ニキビできてんだけど、どういうこと？この前の現場でハイメイクさんにも言われたんだけど、ニキビできるスピードも一晩でできる予定なかったのにできたりとか、逆に治るのも早いのね。治癒力やばいですねってメイクさんに言われて、それはまだねギリギリ10代だからっていうのもあるんですよ。絶対私別に特別何かめっちゃすごい美容法やってるとかじゃないからね。これはなんか全体的になんとなくカバーはしてくれるし、やっぱ若干トーンアップもしてくれるのでツヤ肌になります。なんかかなりのすっぴん風がいい人はこれだけで完成させるのもおすすめ。でもなんか最近ちょっと私生活習慣の乱れもあって若干ちょっと最近肌が気になるのでこれを使います。ねえ待って、このさ、ここに反射してる青空が綺麗すぎてやばいんだけど。ディオールスキンフォーエバーフルイドグロウです。これね、なんかスキンフォーエバーっていうぐらいだから、そのスキンケアっぽい成分もあるから、ファンデーションって結構塗ると乾燥しがちなんだけど、それがないんですよ。なんかずっとあのもちもちの肌を保ってくれますみたいな感じで教えていただいて、私結構乾燥肌なんでめちゃくちゃこういうファンデーションは助かるっていうので、ファンデーション使うってなったら私は結構このディオールさんのこれを使ってるやん。でこれをがっちりのせるんじゃなくて、もうこんな感じでほぼコンシーラーみたいな感じでのせていきます。私結構全体にがっつりファンデーションやるのが苦手で、なので全体はもうその RMK のベースに任せて、これをコンシーラー的な役割で気になる部分にのせていくのを最近やってます。それだけでだいぶ肌が本当に綺麗になる。やっぱファンデーションってさ、結構厚塗りとかで気になっちゃうけど、やっぱカバー力は本当に抜群なんだなって思いますね。最近すごいよこれ、だって毛穴がなくなるよ。最近本当にずっと YouTube 撮りためていたやつ出してたりとかしてたので、 YouTube 撮影出たらここ1ヶ月ぐらい本当にできてなくて、すごい久々。今日やっぱ YouTube って楽しいよね。毎回たくさん見てくださる方がいてありがたいです。本当に幼馴染と遊んだ時に、その子もめっちゃいつも肌もちもちで綺麗なのに、見てとか言って、ありえないぐらいでかいニキビできたってさ、ちょうど同じぐらいの位置にできちゃったの今思い出したやばい痛そうとか言ってたのに、その3日後ぐらいに私がなるっていう。こんな感じでお肌は終わりでございます。こちらです。いつも割と明るくしてるんですよ、黒髪の割には。でも今回本当にほぼ染めてないって言ってもいいぐらいの色味にしていただいたから、もう暗くなっちゃったよ、行かないと。ちょっと暗くなっちゃったので久々に眉マスカラしたいと思います。そう、これ本当にねちっちゃくてやりやすいのよ。こんな感じで、こんな感じです。眉毛終わり。なんかアイシャドウは使ってないやつちょっとやってみようと思って、最近いただいたこれを持ってきました。ローズポエムマルチパレット10ラブレターだって。見てめっちゃ可愛くない？多分ね中国コスメだと思うんですけど、送っていただいたので、めっちゃ可愛いんだけど、ラブレターだよ。ちょっとピンクっぽくしようかなと思うので、このど真ん中のバラのイラストが描いたら隣のものをちょっとうっすらこれで目を囲っていきたいと思います。かわいい。やっぱ発色いいよね、中国とか韓国とかさ、そういうことになって。こんな感じです。
結構ピンクで可愛い、じんわりしてるピンクっていうか可愛い、めちゃめちゃ可愛いよ。ちょっとラメが欲しいので、この下のすごいレースみたいなラメになってるのを作ってみたいと思います。すごい、これを上まぶたにのせる。キラキラしてかわいい。で、ついでにちょっとこのさっき使ったこれの隣のブラウンっぽいのを下まぶたにもうちょっとだけのせたいと思います。色味が欲しいので。こんな感じ、今上まぶたにキラキラも乗せて、下まぶたにブラウンっぽい色も乗せてみました。これでアイシャドウは終了です。本当に簡単すぎる。尻尾みたいなのもすごいなくない？どう？綺麗になった。今日はアイラインも持ってきたのでアイラインを引きます。リキッドアイライナー R30D1 番、これをまつげの間埋めるようにちょっとだけインライン的な感じの役割で使ってます。まつげパーマに行ったので上がってるからもうこのまま下地に入っちゃいます。いつものエッチュスアイエディションマスカラベース、これを上下につけて、で、マスカラです。あ、これもいつものだよね。ボリューム&カールマスカラオールデイ。こちらです、チーク。これちょっとあんまりのせたことないかも。リップ&チークのシャネルさんの5ライブリーローズウッドです。これね、めっちゃ可愛いのよ色が。で、これを指で取って、可愛くない？すごいの、ツヤ感みたいな。で、なじませる。ちょっと今日あのアイシャドウがピンクっぽかったからいいかなと思って、たまにはこういうの使ってみようと思って持ってきました。血色だよね、血色、血色ですよ。こんな感じ、おこなです。で、最後にリップはこの前のメイクポーチの時に紹介したやつの色違いかな、多分ちょっと深み赤っぽい感じ。でも塗るとね、あれとね、割とこれもピンクレッドっぽい感じになってくれるので、どう？いい感じじゃない？という感じでメイクが終わりました。これから髪の毛を整えたいと思います。ということで、今ちょっと前髪を濡らしてきたので前髪からやります。いつもだいたい前髪は濡らしてこうやって櫛で溶かしてドライヤーでの温風で乾かすと大体これになります。このまま完成にしてたんだけど、なんかちゃんと固定アイロンを通した方がいいんだなってことに気づいて、気づいたのでアイロンをちょっと通したりしてます。いつも使ってるソルニエ様、まあ、最近短くなってからそんなに熱を与えなくてもまっすぐになるちゃなるので、150ぐらいとかでやってます。こうやって大体ピンで止めたりして、こうやってただストレートにするだけ。
今日お休みなので私この後ね美容院行くんですよ。よくねストッパーかけてますかとか質問いただくんですけど、ストッパーはかけたことはあるんですけど、めちゃめちゃ前なのよ、かけたことあんの。本当に多分 2,3 年は余裕で経ってて、私髪の毛切ってから1回宿毛矯正かけたんですよ。私結構ね意外と後ろの方とか耳のあたりとかがね意外と癖っ気ですごくて、でなんか今の宿毛矯正って全然ぺっちゃんこにならない、ほんと自然な状態で、でも髪の毛の癖を矯正してくれるみたいな感じだから、かけたけどこうやってアイロンするぐらいの感じではあるっちゃあるので、すごいね、なんかほんと自然な感じでちょっと癖も少し収まるみたいな感じだから。ということでそんな話をしてたら髪の毛終わったので、最後前髪ちょっとだけやりたいと思います。前髪もだいたいこういう風にちょっと分けて、これ今余熱にしもう抜いて切ってます。電源余熱の時とか、なんかそんなに高くない温度ってこの時ぐらいにやるのがちょうどいい。本当に世の中の女の子マジでみんな前髪綺麗すぎない？すごいんだけど本当に。今日めっちゃ綺麗にできたんだけど髪の毛、なんかすごくない？っていう感じでメイクと髪の毛が完成しました。早速着替えていきたいと思います。履くことが多いです。でちょっと差し色でこのバッグを入れようと思って、これ最近購入した MM6 のバッグでございます。これねめちゃめちゃいいね、伸ばせんの、肩掛けもできるの、めっちゃ良くない？私これ本当に最近めちゃめちゃ愛用してて、なんかちょうど私が普段持ち歩く荷物の量がぴったり入るんですよ。だから友達とご飯行くときとか大体これ持ってってもう荷物すぐみたいな感じなので、大きさも色も可愛くて最近めちゃめちゃ愛用しているバッグでございます。はい、ということで本日は初ホテルで Get Ready With Me でした。なんかめちゃめちゃ贅沢したなっていう感じです。でも本当に2日間とも天気が良くて、今日の朝も無事この晴天の中ゲットレディーウィズミーが撮れたので、私は大満足でございます。それでは皆さん今日も一日頑張りましょう。行ってきます。